今まで総合政策学部ということで、さまざまな分野について学生が幅広く自分の興味関心に合わせて学習できるようにしていたんですが、2021年度から経営法学科というふうに名称が変わります。これまでの強み、プロジェクト発想力というものをさらに生かして、で特に経済経営それから法学の分野をパワーアップして、さまざま変わっていく社会に対応できるような学生を育てていきたいというふうに考えております。入り口が本学部はやはり広いですので、学生のその個性であったりとか能力というところもさまざまだと思うんですね。違う個性を持った学生たちが集まることで、今までになかったような新しい答えであったりですとか、新しい価値観を見つけるというようなところで学生をこうつなぐというところを私は意識しています。明確な目標が入学時点で定まっていなくても、さまざまな経験をすることと、それからさまざまな価値観を持った学生と交流することで、今まで経験していないようなことが経験できるのが多分本学科だと思いますので、ぜひ自分の可能性を本学科に入学して見つけてほしいなというふうに思います。 Be the one 1であれ1になれ